内定皇族とは、独立した三宅を持たない、宮廷内部の皇族を指す語である。具体的には、参考、皇太子、皇太子妃とその家族や、未婚の未婚な、及び上皇号を指す。天皇及び上皇を含めて、彼らが営む、独立の政権を、内定と称することから、天皇及び上皇を除いた内定の構成員たる、皇族を、内定皇族と呼ぶ。 なお、天皇及び上皇は皇族の定義に準じて内定皇族にも含まれない。宮内庁や皇室経済法では、正式には内定にある皇族と呼んでおり、内定皇族は略称である。2019年5月1日の第126代天皇特審の即位以降、現行の皇室転半及び皇室経済法が施行されて、以来初めて皇太子や、 皇太子も含めて、内定皇族に、皇位継承権を持つ新王や王が一人も、存在しない状態となった。昭和16年の天皇一家。ここに映っているうち、天皇を除く全員が、内定皇族に該当する。昭和天皇の母である皇太后、節子、皇后良子と諸生の御子女,女たる、照宮茂子内親王、九宮優子内親王、 高宮和子内親王、頼宮厚市内親王、嗣宮昭人親王、吉宮正人親王、聖宮高子内親王が内定皇族であった。重子内親王は1943年10月13日に森厚潮との婚姻により内定皇族から内定外皇族に移った。昭和天皇の内定は大きく変化した。 1950年5月21日に、高宮和子内親王が、高塚佐敏道との婚姻により、皇族の身分を離れた。1951年5月17日には、丁名皇后が崩御した。1952年10月10日に、頼宮津市内親王が、池田隆生との婚姻により、内定皇族及び皇族の身分を離れ。 一方で1959年4月10日には、正田道子が、皇太子、秋人親王との婚姻により、内定皇族に加わり、1960年2月23日に広宮成人親王が、秋人親王第一男子として出生した。同年3月10日に、生宮高子内親王が、島津久永との婚姻により、皇族の身分を離れた。 1964年9月30日には、吉野宮正人新郎が、津軽花子と結婚し、日立宮を起こし独立する。翌1965年11月30日には、第二男子、綾宮文人新郎が、1969年4月18日には、第一女子、紀リ宮清子内親王が誕生、内定皇族に加わった。 1989年1月7日、秋人親王は、後位継承に伴い、内定皇族ではなくなった。この時点においては、秋人の母である皇太后、良子、皇后、道子、皇太子なる人親王綾宮文人親王ノ宮清子内親王が、内定皇族であったが、1990年6月29日に、文人親王が、 川島範子との結婚により、秋篠宮を創設し、独立。1993年6月9日には、小和田雅子が交代し、成人新郎との婚姻により、内定皇族に加わり、2000年6月17日には、交代後両子が崩御に伴い内定皇族から、外れた。2001年12月1日に、年市の宮愛子内親王が、 なる人新能第一女子として誕生し、内定皇族に加わり、2005年11月15日には、ノリノミーや清子内親王が、黒田義樹との婚姻により、皇族の身分を離れた。2019年5月1日、なる人新能は、皇位継承に伴い、内定皇族ではなくなった。前日まで天皇であった秋人は、大位に伴い上皇となったものの、 天皇に相当する御位として皇族の外に置かれた。また、内定皇族から皇位継承権を有する新郎や王は、現皇室天畔の下では初めて不在となった。なお、皇后となった政子、上皇后となった道子は引き続き内定皇族のままである。ありがとうございます。